太陽丸は、かつて東洋汽船、日本郵船、東亜海運が運航していた客船。元は、第一次世界大戦で、ドイツから賠償船として譲渡されたカップフィニステレで、この名称は、スペイン北西部ガリシア州のフィニステレ岬に由来する。1911年11月18日、ドイツのハンブルクスドの南米航路客船カップ、フィニステレとして、ハンブルクのブロームーと、 ホス社で巡航。12月2日より、ハンブルクブエノスアイレス間に就航した。1914年8月、第一次世界大戦の影響で継戦され、ドイツ敗戦後の1919 19年4月には、アメリカ海軍の軍隊輸送船となった。同年末にはイギリスに、さらに翌1920年7月には、賠償船として、日本政府へ引き渡された。 1921年より東洋汽船に運航が委託され、太陽丸としてサンフランシスコ航路に就航する。要請が空振りに終わった後の高橋小歴を内閣閣僚の懇願に東洋汽船社長浅野総一郎が折れて本船を受諾したとされる。東洋汽船に引き渡されて太陽丸と命名された元船は煙突を切り詰め、 デッドウェイトバラストを増加するなどの改修工事を施された。1926年に東洋汽船の旅客船部門が日本郵船に吸収されると本船も日本郵船の運航となった。1929年5月4日には大蔵省より130万円で払い下げられ、正式に日本郵船の所有となった。 1932年のロサンゼルスオリンピックでは、陸上競技、女子競泳、男女飛込、水球、想定などの日本代表や、競技役員など選手団本体が登場した。6月30日に出港。三島客室に仮設十場直レスリング場を設置し、乗客の行為でプールは、競泳女子チームの練習用に提供され、 松沢初歩女子首相や前畑秀子などの代表選手が使用した。また古い太陽丸を避け、想定競技のボートといった用具は、浅間丸に積み込まれた。1939年10月、国策会社の東和海運へ移管され、上海航路に展開される。当時の日米間の関係悪化を受けて1941年8月に、太平洋航路の定期便は、 減便されており、さらに太平洋航路は在米日本資産としてのアメリカ政府の差し押さえされることを避けて東洋汽船から日本政府が貸し切る形となった。太陽丸はその一石として10月20日神戸港から横浜港を経由しアメリカのホノルルを往復した。王港登場者は引き上げ外国人301名。 復興は日本人帰国者447名であった。太平洋戦争開戦後は日本陸軍の輸送船となった。1942年5月5日、民間人を含む1360名、物資2300トンを乗せ宇品港を出港。他4隻と特設奉還1隻の船団を組み、旧ノットでシンガポールに向けて航行中、5月8日午後8時40分頃に、 長崎県の男女群島に近い北緯30度45分、統計127度40分、北緯30.750度統計127.667度、30.750127.667の東、シナ海でアメリカの潜水艦、グレナディア等による雷撃で浸水し、約55分後に沈没した。この沈没で、 南方作戦占領地のインフラ整備に招集された、金ヶ淵宝石、小野田セメント、三菱商事、住友商事、三井物産などの営業マンや、台湾から須山頭ダムの発端余市をはじめとした、技術者ら乗客、軍属、船員ほか817名が巡覧した。海底に眠る船体が2018年に発見された。ありがとうございます。